そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、はい、クラブ瞑想中さんからです。ありがとうございます。はい、まあとりあえず今日はまずお土産から、はい、いきます。まず岡山から、ゆみちゃんの地元岡山から、うん、もうなんか岡山といえばみたいなところあるじゃないですか、はい、きびだんごかなと思ったら意外ときび田楽と、きび田楽、はい、まあ、なんか今桃太郎のね、絵が描かれて、もういかにもきびだんご、これきびだんごなんですかね、結局これ私見たことない、ほんま岡山、うん、メーカー、商品のところは、きび田楽、ちょっとね、中開けてないんであれなんですけど、うん、でもなんか、なんかいかにもなんか桃太郎ってね、うんうん、で渡してくれた人は、これを渡したらみんな友達になると、はい、簡単な友達作りやなっていうのをすごく思いました。家来になれじゃなくてよかった、家来になれじゃなくて、okay、 これもこれも、これも、これも、はい、と、はい、これ実はこっちが面白くて、こっち実はこれは愛媛県は松山市から来ていただいたお客様で、で一応これ絶対じゃないよっていう一言です。ありまして、多分松山英樹のサインって。いやでもなんか松山選手っぽい。いやこれね、いや実はすごい松山英樹のお父さんが練習をされてるんで、そこで買われてるんで、うん、まず間違いはないと思うんやけど、そこで逆に偽物売ることあると思ったんですけど、ただ一応そのお客さんの方も書いてるのを確認したわけじゃないので、うんうん、一応松山英樹のサインやと思うって言って。くれる？すごい。いや、で、いや、もうそれ持っとった方がいいっすよって言ったら、いや、僕持っとるからって。うん、やっぱりまあ地元やから別に持ってるから、ぜひこれ紹介してと。で、ただ一応訂正を入れるとしたら、万が一松山英樹ない可能性があるという。お父様が書かれてるかもしれない。お父様が代筆してる可能性が、いや、それ分かんない。いいや、もう。いや、もうむしろ逆にお父様でも嬉しいですけど、はい、でもなんか一応なんかその、100%、まあ、90何パーは松山英樹、あ、うん、そう、実際に書かれてるの見てないから、ね、そうそうそうっていうことでね、うん、はい、まあでもね、こんなでもまあダウンロップでね、まあダウンロップでこんなにね、もうなんか、いや、松山でしょだと思う、はい、私書いてもらったことある、あ、松山のサイン、うん、こんな感じだった、こんな感じだった、いや実はみ、うん、いいじゃんね、これね、実は見た瞬間、あ、松山やって言ったもんね、うん、いや、だから、あ、すごいねって思って、あ、やっぱり分かるんやと思って、うんうんうん、そう、でも確かに秀樹って書いてるもんね、多分ね、これね、このなんか、うん、H からね、うん、すごい、あ、いや、ちょっと触ってしまった、ごめんなさい、いやいや、全然全然、はい、あれだな、なんかね、こんな頂いていいんですかね、はい、多分松山さんはい、まあ、お父さんもね、練習場でデコなんで、はい、はい、すごいありがたいな、はい、はい、では参ります、はい、アイアンのシャフトについて質問です、はい、現在スリクソン ZX4 MK2 に NS プロ950ネオ DST の S を使用しています、はい、先日別ショップでモーダス105の R シャフトのクラブを試しました、はい、これまで名前だけで敬遠していましたが非常に振りやすくリシャフトを検討しています、はい、現在のセッティングとしてどう思われますか、うんうん、これまで、たくさん試打をしてきたのですが先調子系のシャフトだと手に響く打感や振りにくさを感じています、うん、はい、ヘッドスピードはそんなに速くないですが元調子系の方が合うのかなと思っていますとのことです、はい、うん、なるほど、まあまあ、まずねこのゴルフごめんなさい、ゴルフ最後書いてくれてるんですけど本格的に始めてまだ2年ってことで、まあね、本当ゴルフ2年目でそれだけねクラブに興味が出てくれるってすごい嬉しいですね、まあ、僕これいつも言ってるんですけど、まあ、クラブ合わせるのに早いに越したことはないんで、うん、まあ、本当にいいことだと思います、うん、でもう結論から言います、これ完全リシャフトするべきだと思います、はい、現状のクラブセッティング変えてくれてるんですけど見ると、はい、まあ、重量フローすごい素晴らしいんですけど、うん、唯一アイアンの NS プロ950ネオ DST だけ少し他のシャフトに比べると固めのセッティングになってるんですよ、うん、だから他のやつがもうほぼだから重さのフローめちゃくちゃうまいんですけどアイアンだけちょっと固めに出てるんで、単純にこれヘッドスピードだけで判断できないんですけどモーダス105の R って僕も結構勧めてますしカット前 103g と決して重いシャフトじゃないです、うん、で今の重量とそこまでむちゃくちゃ変わらずに硬さだけ落とせるんですね、うん、で、振動数のフロー合わせるんやったら、まあ、本当に絶対これはおすすめになるからと、はい、だから打ちやすかったっていうのも当たり前なんですね、まあ、あとカタログ表記ではあるんですけど調子も元調子、まあ、実際元っていうよりは全体がちょっと緩やかしなるイメージなんですけどね、でもこれ非常に105のあると僕結構僕のフィッティング出てくれた方やったら作ってもらった方も結構多くてすごいいいシャフトなんで、まあ、正直僕これ
これ別に意味ちゃんも分かると思う。僕この文章だけであんまりこれって断言することないじゃないですか。ないでしょ、うん、でもこの数セッティング見たらこれは絶対した方がいいって思ったんで、まあクラブ瞑想さん瞑想中さんのセッティングやったら間違いなくこれリシャフトした方がトータルバランスが取れるので、アイアンはもちろん良くなるんですけど、ウッドが今よりより生きてくると思うんです。うん、だからやっぱりぜひその近くの、まあ、信頼できるお店でリシャフトしてもらってほしいのと、あとリシャフトした後は同時にせっかくこれ雷角もいじるアイアンなんで、うん、同時に雷角も確認してもらったらよりアイアンが上手くなるかなと思うので、これ僕あんまり本当にこれ動画でこういうことを言い切ることもないんですけど、うんうん、なかなかまあ数字知っとるからゆえにこれは絶対する方がいいかなと、うん、思うセッティングですね。すごい、はい、私クラブゴルフ始めて2年目って時に、うん、クラブセッティングって言ったら多分ヘッドしか見てなかった、うん、いやでもだからね、うん、やっぱり今って本当だからそういう意味ではまあ僕らの動画だけじゃないですけど、こう情報が溢れてるんで、うん、まずそのクラブから興味入ってくる人ってやっぱすごい増えてきたんで、うん、だからそれはね僕本当にいいことだと思うんですよ。だから選択肢がだって広くなってるから、やっぱりそのいろいろ知っていくことは大事だし、その中で自分がどれが合うかなって探し出したら本当、まあ、ある意味ゴルフ沼ですよね。沼ですよね、うん、そういう時にやっぱりこういうねたけちゃんみたいに信頼できるフィッターさんっていうのは必要だなと。まあでもこの文章からしたら今回はもう絶対かなと思いましたね、うん、ね、はい、もうその感覚とも一緒になってるからすごいなと思いますね。全然 OK です。もうやったらいいですよね、うん、すごいと思います、うん、なのでぜひね、まあ、リシャフトの方でぜひ進めていただきたいなと思います。それではクラブ瞑想中さんご参加になりましたでしょうか。はい、それではサンデータケちゃんゆみちゃんまた来週バイバイ。これメルカリに出したらいくらぐらい買うチャンネル登録高評価でタケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。